双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに新型コロナワクチン接種方法等についてお知らせします。双葉町民の皆さんは新型コロナワクチン接種については、現在居住している市区町村での接種になります。実施方法は市区町村で異なります。各自でコロナワクチンナビや届け出居住地の広報やホームページなどでご確認の上、ワクチンを接種してください。双葉町公式ホームページでも接種券の発送日などの情報掲載や随時情報提供を行っています。おしまいに福島駅伝選手募集についてお知らせします。双葉町では11月21日開催予定の福島駅伝大会出場に向けて選手を募集しております。双葉町として一丸となり、たすきをつなぎたい、たすきをつないで双葉町民の皆さんに元気を届けたい、そんな皆さんの力を結集させましょう。この件についてのお問い合わせは教育総務課、電話番号 0246-84-5210、 0246-84-5210 番までお願いいたします。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町ありがとうメッセージプロジェクトから5つのエピソードをご紹介します。福島県双葉町から全国へありがとう。2011年3月に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により、7000人余りの双葉町民は町を追われ、長期にわたる避難生活を送ることとなりました。先の見えない避難生活の中、町民を勇気づけたものは国内外からの数々のご支援でした。いわき市の皆さんからも数々のご支援をいただいてきました。双葉町では2017年から双葉町ありがとうメッセージプロジェクトを始動。町と町民がこれまでにいただいたご支援に対し、当時伝えることができなかった感謝の気持ちを双葉町復興支援員が動画で記録し、双葉町公式 YouTube チャンネルで配信しています。2020年には3年間で100人の町民が参加し、メッセージを1冊の本にまとめました。今日はその中から5つのエピソードをご紹介します。なお、メッセージは可能な限り修正せず、町民が語ったままを記録しています。
震災から数年が経過しているため、メッセージ内に記憶違いなどがございましたらご容赦ください。川俣町での避難生活を支えてくれた皆さんへありがとう。町全域に避難指示が出されたことを受け、双葉町は町民に対し、町の北西に位置する福島県川俣町への避難を呼びかけました。これにより双葉町民およそ4000人が川俣町内の公共施設などに分散して避難しました。川俣町は他の周辺自治体からの避難者も受け入れており、その数は一時6万人を超えたといいます。そのような混乱した状況であったにもかかわらず、避難所周辺の住民の方々は双葉町民の食事や入浴の手配、日用品の差し入れなどに奔走してくださいました。また町民同士も助け合い、危機に立ち向かおうとしていました。食事におにぎりを出してもらったんですけど、お米を炊いて丸めただけで味も何もないのが2個と、1日分だよって渡されたのがペットボトルの水500ミリリットルが1本。そんな生活の中で、やっぱりあったかいものが食べたいな、飲みたいなとなってきて、たまたま女房が持っていたのが可搬式のポットで、川俣小学校の東側だったかお宅に行ってお湯を沸かしてもらって、お湯をいただいた。お湯をいただいたおかげで、あったかいコーヒーが自分が安心できるような形で飲めた。生きる希望を与えてくれたこのお宅のお湯を沸かしてくれた人たち、この人たちにもお礼を言いたいな。川俣町の小学校の近くの家ですね、そこの人が自分で作った露天風呂があったんですよ。掃除してもらって入れてもらったんです。そのことが一番覚えてます。やっぱり避難して2日も3日も風呂に入れなかったから、それで風呂入れてもらえたのが本当に助かりました。いやー、よかったですよ。なんともよかったです。隣近所の人たちが来て炊き出しもやってくれたんだ。おにぎりだと思ったな。おにぎりと豚汁かなんかの炊き出しだと思ったな。記憶に残っているのは、材料を持ち寄ってやってくれたんだな。それは本当に助かりましたね。地元の住民の方に中古のテレビを修理して見せてもらったり、支援物資としてお米やおにぎりなどをいただいて感謝に耐えませんでしたね。段ボール1枚と毛布1枚で私たちは頑張ってきたんだけれど、地元の方には炊き出しやテレビを設置してもらったのはありがたいなと思っています。最初に川俣町に着いた時は、川俣町役場の職員やボランティアの方が私たちを誘導してくれて、避難所で名前を確認し、温かいスープを用意してくれました。でも私は魚が食べられないので、そのスープを食べられなかった。そんな時、名前は覚えてないけど、数人の女性たちからみかんをいくつかもらって、感謝の気持ちでいっぱいになったのを覚えています。
今思い出すと、皆さんの支援のおかげでとても安心した気持ちになっていたように思います。震災が起きて私は川俣町に避難したんですけど、おにぎりの差し入れを地元の方がしてくださいまして、そのおにぎりの味がとても忘れられなくて感謝の気持ちでいっぱいですね。かなり気にかけてくださいまして、いろんなご支援をしていただいたというのが一番印象的ですね。さまざまな出会いの中で、双葉町と町民は数えきれないほど多くの方に支えていただいています。感謝の気持ちはこの先も決して忘れることはありません。双葉町と双葉町民をご支援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。